さあ今週もスマイレージの皆さんに来てもらっています。よろしくお願いします。お願いします。はい、16歳の竹内あかりです。はい、スマイレージ最年少15歳の田村めいみです。スマイレージのリーダーの和田彩香です。よろしくお願いします。はい、19歳の福田香音です。16歳のカツリンです。はい、16歳の中西香奈です。では早速一問一答から始めたいと思います。今週は竹内さんと田村さんに一問一答。スマイレージのメンバーとして自分が成長したなと思うところありますか？昔より喋れるようになったことです。空気が読めるようになったところです。どんな風に褒められたら素直に嬉しいですか？元気だね。いい匂いだね。今までに何か罰ゲームをやったことありますか？イナゴを食べました。たこ焼きの中にたくさんわさびが入っているものを食べました。今でも親や兄弟と喧嘩することってありますか？しないです。毎日してます。わかりました。ありがとうございました。今でも喧嘩することありますか？竹内さんはしない。はい、もう昔は本当にしてて、私お兄ちゃんがいるんですけど、よく叩かれてましたよ、殴られて。だからアロエヨーグルトを食べただけですごい怒られた。冷蔵庫にあったアロエヨーグルトを食べたら、美味しかったって言ったら、俺のヨーグルト食ったら誰だよって言って、どうしようって、ごめん食べちゃったって言ったら、ごめんなよ。お父さんもなんかヨーグルト食べられて怒ってなかった。パパはプリン食べた。プリンが大好きで、冷蔵庫開けたらプリンがあったので、あ、美味しそうだなって食べたら、一つだな。パパのプリンで、でしかもそれがすごい美味しいプリンだったらしくて、俺のプリン食ったの誰って。怖い。もうじゃあ竹内家の冷蔵庫は結構慎重に扱わないと。だから名前書いてありますよ。俺のみたいな。で、どんな風に褒められたら嬉しいですかという質問に、はい、田村さんはいい匂いだね言われたら嬉しい。もう嬉しいです。どの匂い、どの匂い、自分で嗅いだりとか。結構じゃ匂いにこだわってる。でも探られたことありますよ。今メインどんな匂いがするって、だからトリートメントの匂いがするよ。すごい嬉しいんですよ。こだわってるか、匂いに。こだわってるというよりも、私自身すごい匂い、どの匂いなのかなっていうのすごいあって、いい匂いとかって言われると、もうずっとそのことに関して聞いちゃいます。いいかな。他の人の匂いも気になる。彼女の匂いも気になりますね。臭いって言われたら、それもさ、どんな匂いって気になる。逆に臭かったら臭いって言ってほしいですね。すごい傷つくってことだよね、これ一番気にしてるって。そうです。もうそこから1ヶ月間くらい忘れられなくなっちゃう。それは言えないよね。皆さんは何て褒められたら嬉しいですか？後ろの方は、大阪人っぽいねって言われるのが一番嬉しいです。え、大阪人？大阪出身なんですけど、あんまりなんかこっちにいると大阪っぽくないねって言われることが多くて、大阪にいるとなんか人格が変わるんですよ。大阪弁になったりとか、あとなんか気が強くなります。大阪の地元にいると。見てみたい。ちょっと大阪弁ってなんか。そうですね、でもなんか嫌な言葉、例えば私オカメに似てるんですけど、東京で、東京の人とかって例えばオカメに似てるねって言ったらちょっと傷つくかもしれないじゃないですか。大阪の人ってそれが褒め言葉で、なんか嫌なことが褒め言葉で、だからそういうことばっか言い合ってます。久しぶりに会った人にも、久しぶりって言ったら、うわ、きっしょーって言ってます。やだー、こういうテンションに。久しぶりで、きっしょ